清水隆博は日本の自称フォークシンガー。栃木県旧黒羽町出身。町立川西小学校から町立川西中学校、栃木県立大田原高等学校に進み、作新学院大学を卒業。1998年から本格的に音楽活動を開始。宗方亮と最古を結成。最古としてアルバム4枚、シングル4枚のリリース。 2006年に小樽ふれあい観光大使に就任。2009年9月1日よりソロのシンガーソングライターとして始動。2011年10月より出身地である栃木県大田原市の大田原ふるさと大使に任命される。2013年5月15日に清水高弘音楽事務所設立。2014年1月から学校法人。 船田教育改作新学院大学客員、准教授に就任。2014年4月から学校法人宇都宮メディアアーツ専門学校、放送、映像、音響科の教官を務めている。2020年6月2日付で栃木ブランドのお肉を応援する栃木のお肉応援大使に任命された。清水隆弘シンガーソングライター。ありがとうございます。